来た。嘘、あ、来ないや。ちょっとじゃあマチャリンの方でコメントちょっと、ね、頼るね。なんかコメントがなかったら普通に普通のテレビ手前になっちゃった、うん、確かに見られてるテレビ手前になっちゃう。見られてるテレビ電話だ。コメント来た？うん、来ない。なんかねコメントのねボタンがないんだよね。たまにある、たまにあるよね。そう、え、それになってる。そういう頃はどうする？うん、マチャリンの方のマチャリンが読んで、あ、共有する。あ、いいよ。え、コメントの中が寂しくない？寂しい。一人喋りになっちゃう、ね、そう。たまに最近あるよね、なんかコメントが、なんかね、バグっちゃうのかな、うん、わかんないです、わかんないけど、たまになくて。ある。あゆだもう、いつぶり？いつぶりだろう、いつあったっけ。いつ前か。握手会だよね、多分だいぶ前の。自粛入ってから会ってなくて。会ってないね。会ってない。撮影も会ってなかったし、握手会も。会ってないしね。そう、今日も会えなかったし、明日も多分会えない。ね、会いたいよ。髪めっちゃ切ったね。そう、切った。毎日ツイートを見てるよ。この毎日ツイートを見てるよ。 LINE でも言ってくれたよね。そう、元気のかなって思いながら。嬉しい、マチャと LINE できて。 LINE も今もコラボ配信ね、嬉しい嬉しい。本当にもう元気なのかなって思ってて、ママみたいかなって思ってて、涙が出てきちゃう。なんで笑ってんの？え、本気で心配してるよ、ああいうのこと。ね、そうだよね、そうだよね。笑ってるんじゃん。いやん。でもね、早く会いたいよ。いつ会えるだろう、わかんない。ね、いつだろう。明日会えなかったら、私も次、うん、いつ。確かに分かんないよね。握手会も次分かんないもんね、いつか。そうなあ、本当にコメントでお母さん、はい、お母さんみたいな気持ち。確かにママみたいだった今。いや、お姉ちゃんで言って。いやいや、年齢的にはね。ね、そうだね。そう、あまり変わらないからね。あ、いえ、あゆ今18じゃない？うん、17、うん、今のはひどい、今のはひどい、今のはだ、今のはひどい、今のはひどい、もう今のはひどい、もういじめられてる私。本当本当の、皆さん見てください、今のはあゆのせいじゃない。一応なんか突っ込んでもいいから。何にも言わないって。今のはひどい。ひどいよ。何じゃん。あれ本当は23？ うん。でもあれ見てよ、YouTube。ああ、ありがとう。見てるいつも。本当？うん。昨日の占いだっけ？あ、そうそうそう。え、見てくれて。え、なんかこれはあの。うん、本当に見てくれてるんだ。本当に本当に。なんか最初はなんか、あの、うん、そう、私の前で、ね、そうと思ったけど、本当に見てくれてる。本当に見てる。え、嬉しい。めっちゃ嬉しい。ありがとう。え、出てくれる？え、出たい。本当に出たい。出たい。何で出してくれる、逆に。え、考えてる、今は。うん。何がいいんだろう。何がいいんだろう。なんだろうね。何がいいんだ。あゆのやりたいこととかある？うん、あゆね、何でもできるよ。あゆの、うん、え、じゃあ趣味とかアピールできるところは、うん、趣味とかアピールできるところは、うん、でもダンスとかになっちゃう。あ、でもさ、マチャリンもあゆもさ、うん、モデルさんっていう夢ある。そう、あと、そう、一応マチャリンほどではないけど、ある程度のご飯は作れる人だから。あ、そう。
バシャリンはすごいけど、いや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 、作れる人だから。でも確かアユ、アユの、うん、アユが作ったものを食べてみたい。食べたい、食べたいじゃない食べさせたいえ、え、何が得意なの？得意料理は？なんだろう、でも何も本当作れる。え、じゃあなんか一緒に作ろう。ね、作ろう。どんな料理がいいのかな。何がいい？何が好き？和食か洋食どっちが好き？洋食あー、洋食じゃあ作ろう。何作る？うん、オムライス対決え、でも面白そう。あ、本当に？やったー。え、ちょっとメモしてもいい？いいよメモするわ。オムライ…確かに。とか、ちょっと待ってね、メモする、うん、という YouTube 用のメモ帳は。おー、すごい。ああいう、オムライス、オムライスが、なんだろう、ああいう、あとは、なんだろう、でもマチャリンのお家撮ってるもんね、いつも基本。あ、でも最近は家ではない。あ、家じゃない？そう、家じゃないところを撮ってるから、いろんなことできる、うん、確かに、何がいいんだろう。マチャリン何得意？難しいな、私に得意なものあるのかな。なんだろうね、皆さんに聞きたい。私、うん、なんか共感ってあるっけ、二人の。あるっけ、ないっけ、どうだろう。アピールできるところは、どうだろう、二人の。料理、ね、料理以外、料理以外、料理。楽しそうだけど。確かに撮影する場所もあるけど、あの料理はちょっと撮影はちょっと難しいかも。確かに、それ以外、料理はメモしよう。なんだろうね、何がいいんだろう。 YouTubeでもなんか普通によくみんな大食いとか見るよね。大食いするの？違う、普通になんかない？ YouTube、 YouTuber とかもやってる。まあ、あるけど。あゆ大食いできるの？あゆできるよ。結構食べるよ。まあゆは、うん、食べるのが早い。けど量はそんなに多くないよ。いや、あゆね、あれ抑えてるだけだよ。ああ、頑張って。大食いしたことないけど、大食いか。あと何だろう、ね、一応メモするね。うん、一応にしとこう。大食い。あと何だろう。よく見るの何だろうな。YouTube 結構見る？見るときは見るかな。見ないときは見ないけど。どんな、うん、何だろう。面白系？何系？面白い。でも、でも、まこさんとか、なーにゃさんとか、そういう、なんだろう、ほんと、かわいい方。うん。そうだし、ね。なんか、私も先輩の見る。うん。見るよね、そう。そう。見ちゃう。うん、あとは、なんだろう、一週間コーデとか、そういうのも見てるかな。あー、そう、そういうお洋服系とか、見るかな。わかるわかるわかる。見、わかる？とか企画2人で難しいよね。そう、ちょっと難しい。難しいね。うん、大食い面白そうね。なんかわんこそば的な、たうん、わんこそば的な感じのあれ早食いじゃない？早食いは私できないよ。確かに食べるはめっちゃ無理だよね。
めっちゃ遅い。あゆが一番分かってくれると思う。よく一緒に。よく食べるよね、一緒に。お仕事とか、まあ、プライベートも一緒に食べる機会が多いから、あゆが。本当に。そう、私は遅い方。あゆが早い方。そう、だからね、中間が欲しいよね。そう。とか、なんだろう。なんだろう、何があるんだろう。でもマチャリ踊ってみたみたいなのやったよね。そういうのも良さそう。一回やったんですけど、二人でやれるもん。なんだろう。なんだろうな。なんだろうな。なんだろうね。どっかに行ってだとなんかあるかな。え、皆さんはちょっとコメントで教えてください。勝手にまだ決まってないお仕事なのに勝手に情報開示全く決まってないので、なんかそう、でも、うん、コラボ配信やりたいなって言ったんですよ。で、やりたい。そうだから、うん、多分できると思うんですけれども、やった、ですけど、いつできるか、本当にできるかとかまだ決まってないので、皆さんは気軽にコメントしてください。あ、皆さんのコメントによって、あ、できる、企画は、なんか面白い企画ができたら、もっと早くさせてきそうと思うんですけど、うん、ピアノ楽器、あとあれは何、お互いにメイクをする、お互いのメイクをする。高いメイクするか、ちょっとメモする、うん、確かに、ね、2人ならではだなと思う、そういうのメイク、お互いメイクするか、確かに、うん、とか、うん、あ、そう、さっきコメント見て、え、楽器弾ける、うん、楽器頑張って練習すれば何ができる。でも、やったことある、小学校の頃に発表会みたいなやつで目標にやったことある。ほう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 、うん、あ、なんかコメントを見てちょっとあったからね、うん、おー楽器楽しそう、でも難しそう、うん、うん、それと、うん、何、ゲーム、あ、でもゲーム系かな。確かにゲームも楽しいよね。ゲームやる、普段あんま見ないよ。あ、どんな、いやいや、い、今のは、今というなんかゲームというのは、そう、あの、ね、そう、うん、でもゲーム、うん、だって一人だもん、普段は一人暮らしだから、あんまやんないよね、だから、あ、携帯ゲームしかやらないし、うん、今ドボンにハマってて、そう、一緒、そう、ドボンめっちゃ遊んでるけど、それ以外はかな、あと何だろうね、何だろう、何があるかな、見知らぬ地に行って、なんか旅をする。ああ。旅っていうか、なんかこの、なんだろうね。なんて言ったらいいんだろう。確かに。なんかそんな。お散歩。うん、お散歩みたいな。ほんと、お互いな、どこ、何にも知らない場所に行ってみる。怖い、どこだろう。怖い、今の言い方が怖い。ああ。なんか山の中に行って、で探検するみたいな。山の中に行くの？いや、行かない。都内の山行く？都内の山行く？ん？あんま人もいなさそうじゃない？山の中だったら。そう。ね、いい、こういう時は。山の中で何すればいいの？わかんない。わかんないかい。わかんないかい。わかんないな、先生。難しいね。とか、待ってね、うん、オムライスのやりたいな、でもね、楽しそう、でも取れる場所がね、難しいね、場所はあれ、これはちょっと難しい、保留、保留、保留、大食いやりたいな、太っちゃうけどやりたい。そうちゃうけどやりたい。確かに、でも何でやるかだよね。
なかなかという、うん、たくさん、うん、たくさん食べる機会がないから。確かに。でも罪悪感が、うん、でもなんか企画だったら目的あるんじゃん。確かに目的ね。ね、うん、あー、それとなんだろう、あとなんだろうな、お互いメイクか、これも面白そう、うん、これ結構気軽にできそうだよね。そう、うん、そう、気軽だな。うーん、あとなんだろうね、あとなんだろう、なんだろう、なんだろう、コメントをしてください、皆さん欲しいな、コメントをしてください。正直消費あれなんか機会ないとできないやつだよね。やりたい、でも機会ないとできない。あ、そうそう、これあれがないと、あれないもんね、あれがないとできない、やりたいけどできないけど、かあとああいう、うん、運動測定みたいなやつ、運動測定、運動測定なんだっけ、運動なんかどれぐらい運動ができるかを取るみたいな、なんていうんだ、例えばなんだっけ、あれ腹筋を何十秒間、うん、30秒間で何回どっちが多くできるかとか、あ、そういう運動系に、運動系がとかに、とかもあるね、運動系が、なんだろう、運動系以外はあれ運動できないから、あ、運動系以外はある、ね、あ、でも、あの、うん、これは一応できる。うん。他のはできない。確かに。え、柔軟度、柔軟運動とか、あと、あの、どのくらい伸ばせる？足、あ、全然いかない、あれ。あ、え、硬いの？カッチカチ。うっそ！運動は全然できるから、全然平気だなと思ってる。私は逆かも。あ、でも、あ、でも、私は柔らかくないけど。でも、うん。でも、アイユより柔らかいと思う。たぶん。わかんないよ。アイユよりできなかった。超恥ずかしいもの発言。超恥ずかしいですけど。どうしよう。それと、なんだろう。なんだろうね、あと。なんだろう、つぼしにチャレンジって、どういうこと？なんだろう、スマホの的な状態、スマホウォッチ対応できるかな。あースマートウォッチも持ってない。スマートウォッチ持ってる？持ってない。持ってないね、私も持ってない、うん、あ、でもやりたいけど、うん、難しいかな。確かに難しいね。何がいいんだろう。ビリヤ、ビリヤ、ビリヤードって何？ビリヤードは、ビリヤード、なんだっけ、なんかボールを打って、うん、ボールを打って、なんかボールたちがワーワーする、なんかよくわかんないやつ、あれもやったことない。いや、私が調べた方が早いかも。ごめんごめん、難しい、それの、ね、説明が難しいかも。ごめん。ダメダメね。やんないと思う、マチャリも。やったことないと思う。ちょっと待ってね。え、うん、なんだっけ？ビリヤード。ビリヤード。あ、ヤード。ビリヤード。ビリヤードは、ああ、やったことあるよ。あるある。あ、あるの？あるけど、超絶下手くそ。うん、難しいよね。やったことないけど、あ、ないの？ないよ。あ、そうなんだ。そう。でも私も小さい頃、うん、ちょっと遊んだだけ。あー、なんかあるよね、おもちゃで。
あ、でも一応おもちゃ、あ、本格的なやつ、本格、まあ、本格的なことか、そこまで本格的ではないけど1週間ぐらいおもちゃと、そう、普通、あ、おもちゃではないけど、まあ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 普通の場所、うん、でも本当にあのちょっと触っただけで超絶下手くそ、うん、それだけあとなんだろうね、なんだろう、なんだろう、でも確かになんかゲーム系がいいなと思って、うん、なんか面白いゲーム系が面白いゲームなんだろう、なんだろうね、なんだろう、こっちでコメント見れないのがすごい、あ、ごめんね、ごめんね、今めちゃくちゃいいコメント見てて、ごめんね見れないから、なんか来ててもわかんないんだよね。お、映画機しりとり、おお、うん、しりとりちょっと苦手だな。あ、苦手？うん、なんだろう、思い浮かばなくて、でもなんか確かに面白そうなんですけど、うん、どうしよう、どうしよう、まあ一応メモするし、うん、しりとりしりとり、うん、とか、なんだろう、なんかあるかな、秋葉原紹介とか、 AKB は秋葉原で、あ、え、秋葉原詳しい？うん、私も詳しくない紹介できないじゃん、歩いて紹介するみたいな、2人で、あ、確かに街ブラみたいななるほど、そう2人とも詳しくないけど詳しくない2人が紹介でも普通にお散歩とかね、いや、お散歩やりたい、歩きたい、うん、一緒に、うん、最近どこにも行ってないけど、じゃあね、ちょうどいいね、歩けたら、歩けたまあね、歩けたら、うん、まあもうちょっと考えるね、ごめんね、ちょっとずつこの話しててでも楽しそう、やりたい、全部やりたい、うん、ちょっともう私もちょっと考えられない、でも見てくれてめっちゃ嬉しい、なんか面白い、毎回なんか私の前でちょっと触れたのかなと思ったんだけど、うん、ちゃんと見てくれて、嬉しい、頑固だねって言われてたけど本当に見てくれたのね本当に、そう、ご、うん、そうそう、うん、頑固で、ごめんね、あゆ、いつも私頑固だったのね、あゆも、あゆもだから似た者同士だよ、あゆは頑固じゃないよ、頑固ってなんだ、うん、頑固ってなんだ頑固って何かよくわかんないけど、衝撃、え、今、意味がわかんないってこと、意味はなんとなくわかるけど、なんだ、詳しい意味、ね、自分が思ってることを曲げない、あ、それそうそう、え、あゆはそこ、あゆそれだよ、頭固いって意味じゃない、あ、でも多分あゆそっち側の人間だと思う、どっちかというと、そうなの、なんか柔らかいなって思って、そう、じゃあ柔らかいのかもしれない、え、どっちだろうどっちだろう、お城で何、あ、ハートが、そう、ハートハートチラートなんか、うん、一瞬桜の花火が思った、あー、確かにハートだよ、ハート、あ、かわいい、キュンです、にゃん、キュンです、キュンです、キュンですわあ、そう、頑固と言われたね、言われてた、うん、占い、なんだろう、
まあでもなんか YouTube 見てくれて嬉しいよ、出てください、お願いします、お願いします、先輩どうぞよろしくお願いします、お願いします。うーん、でもなんか企画とかももっと考え、まあ、考えるね、あ今考えて送るね、なんかになって、うん、うん、ありがとう、ごめんね突然、え全然全然、やりたいやりたい、本当、いや、うん、なんで笑ってんじゃん、なんで笑ってんじゃん、まあ考えるねいろいろ、うん、えでもなんか最近全然会ってないから、うん、撮影で会えたらいいなってね、そう、ね、うん、会えるかな、会え、撮影だったらあの YouTube の撮影ね、あーだからごめんね説明が、 YouTube だったらね、確かに絶対だって、来たって握手会明日、そう時間違うもんね、そう終わったら明日の次は今度いつなのか分かんないし、そうだなんかこれからのお仕事とかも分かんないじゃん、分かんないよね、そうだからしばらくまだ会えないかもしれないけど、うん、ね、YouTube ね早くできるように頑張りましょう、企画考えるね、早く考える、考えるね、もうありがとう本当に、うん、本当にありがとう、どのくらい、どれくらい会ってないの、自粛入る前、うん、入る前もいつだったっけ、だから3月くらいじゃない、うん、わかんないけど、そう半年だ、半年だったかも、え待って3月あったっけ、いなかったわかんない、もう3月いろいろ確かにまだあったもんね、3月は、そうなんか仕事とかもまだ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 、ね、まだね、じゃあ半年ぐらいかな、ね、あ待って、確か3月から仕事がめちゃくちゃ少なくなった、うん、だよね、そしたらいつだ、2月、あでもあえあゆ、あ2月あった、あゆのタンプレ渡した、うん、あそうだよ、そう大事にしてくれてる、 あのタンプレちょっとみんなに見せたい、ちょっと待って持ってくるねいいよ、ちょっと待ってて今すぐ隣に あるの、よいしょあるよ、マチャリンからもらった、なんで笑ってんの、目玉焼きなんで笑ってんの、なんだっけこれ、あのインスタに載っててね、あゆが送ったんでね、そしたら買ってってあげるなんかちょうど台湾に帰ったので、うん、そうめっちゃ可愛いものが見つかって、誰か欲しかったらお揃いにしようかなって思ってストーリーにあげたけど、あゆが連絡が来からあゆから連絡が来て、目玉焼き、めっちゃ今めっちゃ反射でめっちゃ全部黄色に見えるけど、確かに全部黄色に見えるけど、本物みたいだよ、そう本物みたい、本当は、そう本当は、本当は、なんかあもともと握手会で一緒につけたかったけど、そう、うん、そう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 、つけたかったけど、けどなくなっちゃったんだよね、そう、いやーいやーいやーまあいつか一緒に、うん、ねつけましょう、つけよう、うん、ありがとう、大切にしてるよありがとう、よかった、目玉焼き、目玉焼き失敗した目玉焼きに見える今反射してたからめっちゃありがとう、だから2月まだ会ってたの、そうだね、3月、2月、3月あってないね、3月多分、2月が最後か、撮影で一瞬だけとか、ああ覚えてない、あ今覚えてないよ、まあ、覚えてないよ半年ぐらいだね、でもそう半年くらい、怖い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 、半年くらい会ってないのは怖くなってきた、ね、
だってね、その前結構頻繁に会ってたよね。そう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 、普通に会ってたから、あお仕事とかもね一緒だったし結構。そう。うん。そう。うん。うん、ね、また早く会いたいな。撮影か。早ければ来月か。来月会っちゃう？会っちゃう？この配信も来た人怖いよ絶対。え？今がさ、今のタイミングでさ来た方絶対怖かったよ。この二人どうしたのって。ごめんなさいね皆さん。ごめんなさい。ごめんなさいね。早く企画考えてください。そうだね、考えましょう。じゃあ、うん、考えるわ。本当に考えるわ。うん、ね。じゃあまた、うん、考えて送って、うん、言い合って撮ろう。うん、撮ろう。撮ろう。うわあ、うん、ありがとうね。突然で。いや全然こちらこそ。ありがとう。嬉しいゆうちゃん。嬉しいわ今。会って話したいな。うん。会いたい。会いたい。あのね、あの先週も、うん、これ言っていい？先週めっちゃ嬉しかった。あのあゆからなんかね、うん、なんかオーディションアップが早かった。うん、でまちゃまちゃもう帰ったって聞かれて、うん、あもう帰ったの、うん、帰ったよって。で会いたいなって言われて、な一瞬、うん、なんだっけ、見てもらってもいい？なんだっけなんだっけ、一瞬でもなんだっけ、ちょっと会いたかったみたいな感じだよね確か。なんだったっけ、ちょっと待ってね。うん、その前、あ1秒でも会えたらいいなって言われたんですよ。めっちゃキュンです。めっちゃ泣きたかったの本当に。そうだよね、文にも書いてたよね、泣きたいって。本当にめっちゃ嬉しかった、うん、そう言ってくれ。めっちゃ嬉しかった。でも本当会いたい、会えてなさすぎて。本当にもう、うん、最近っていうか、なんか握手会あるんじゃん、うん、メンバーに会って全部最初からの一言目は、うん、お久しぶりですからじゃね。確かに、お久しぶり、うん、久しぶりってなる。久しぶりって感じ、みんな久しぶりって感じ、うん、そう、元気だったってなるよね。そうそうそう、うん、そう、みんな元気そうでよかった。ね、よかったよかった。ね、明日多分会えないと思う。ね、会いたいね。でも絶対会えないよね、多分、うん、時間的に。でも、まあ撮影とか。うん。ね、来月会えるように。来月かな。今月はちょっと難しいと思う。うん。来月撮影して。来月ね。頑張ろう。うん、できるように。考える。考えるね。考える。うん、うん、考える。オッケー。丸。丸。け丸。オッケー丸。コメント、コメント見てる。あゆがコメント見えないけど、あゆはマチャリンの顔を見てる。あ、それでももう一つの携帯持ってる？私持ってないの今。そう、充電してなくて。そう、そういうことか、うん、もう一つの携帯で私のコメント。確かに見ればいい。持ってないか、ごめんね。え、ごめんね。あー、あゆちゃんの代わりにコメントを、うん、そう見てて、今見てるな。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 うわぁ。あゆ元気のかなって最近すごく思って、うん、なんかツイートを見ていつも思ってて。ね、そうだね。LINE でも言ってた。そう、大丈夫かなって思ってて。なんか最近全然会ってないから。うん、ね、そうだね。あったんですって困っちゃう。何をやりたいの。怖い、切っちゃいそう。怖すぎて。怖いの、おじい。
コラボ配信初めて。そう、コラボ配信自体が私が初めて、うん、あ、そうだよね。どうやるのって言ってた、ね、そうそうそう、めっちゃあゆに教えてもらった、うん、そう、写真撮って送ったよね。そうそうそう、え、どうやってコラボ配信するのって、さっきもちょっと分かんないことがあったっていろいろ教えてもらってありがとう。え、誰かと一緒にコラボ配信してあゆね、うんとね、さえやさんとゆずかちゃんとやった。あ、なんか3人目が私。そう、3人目。ありがとう。いろいろ教えてくれて。あ、やっとコラボ配信できた。嬉しい。ゆかるんさんとかとやってるかなと思ってた、あゆ。あ、コラボ配信？うん、そうそうそう。なんか iPhone じゃないとできないらしい。あ、そうなんだ。そう、だからしたことができないね。うん。みんなチーム4、いえ、あゆは B。そう、あゆは B。でも私は元 B。元 B、今4。そう、今4、でも元 B。でもあゆ前のチームも B。だからもともと同じチームだった。そう。同じチーム、公演も一緒に出てたね。そうだよね。あはあは、どこにいるの。何を急に言い出したんだろうって。オープン、あの最初 1曲目ね。そうだよね、ピン公演、元ピン公演 のただいま恋愛中、ただいま中、懐かしいね。もう覚えてないやん。いや、覚えてるっしょ。あ、覚えてるかもしれない。へーへーへー、ほら、あゆの記憶力はめっちゃいいから絶対覚えてる、そうと思う。あはあは、何をしても懐かしい。でも今の B 公演がめっちゃ好き。うん、あ、シアターの女神。そうそうそう、嬉しい。何回行ったっけ ?1、2、3、3、4、3回くらい行ったかもな、かも。すごい。今のや、チームの？そう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 。あ、そうだよね。でも、ひいわたん時は来てくれてたもんね。そう。出てたし。あと、ひ、この公演始まる前の、なんだっけ、うん、いやね。あ、そうそうそう。まあ、1回目で、ヒワが卒業発表の時に2回目、で、ヒワの卒業公演に出つつ、見つつ、で、3回目？と、見るのは、モニターで見てはないか。見てはない。そうそう、見てはないけど。なんか、なんじゃ、もう一回あったっけ、もう一回あった気がする。なんだろう、だろう、なんだろう。そうでもなかった。なんかそんな感じな気がするな。愛の生誕違うんだよね。愛の生誕じゃん。なんだろう、なんでもない日、なんだろう、なんでもない日なのかな。わかんない、覚えてない、ごめん。愛も覚えてない。何も覚えてない。めっちゃいい声。ね、いいよね。また見に行きたい。行きてね。いつあるかわからないけど。まあね。うん。まあね。うわぁ。そっか。それだけじゃない、それだけかも。あ、じゃあ2回が、2回。2回なのかもね、じゃあ。2回か。ごめん、遅い。3回じゃない。全然2回だ。2回。あ、チーム公演いつやれるのかな。ね、チーム公演もね、早くやりたいね。もう僕夏公演出てるよね。そう、出てる。8人 ?8人。8人だった。大変だ。マタリンも一緒に出たい。早く。まあ来月かな。来月また連絡する。企画とかいろいろ考えて、うん、連絡するね。
そうだね、待ってます。考える、頑張る、頑張ります。でもちょっとやってみたいなと思う企画を、うん、ちょっと浮かんできた。あ、本当？お、楽しみ。うん、まだちゃんと企画を、うん、送るね。うん、どれがいいのかって。確かに、待ってます。ありがとう。こちらこそ。なんでさっき敬語したの？なんで私に敬語したの？お辞儀しちゃう。私は後輩だけど後輩だけれど、後輩だけど、わあ、うん、うん、何、怖いよ怖いよ、何してんの。スクショタイムやる？やろう、やろうか。こっちか、外にある。スクショ、そうそう、あと何かあるかな。キュンです、キュンです。スクショした？皆さん、笑ってるんじゃん笑ってんじゃん、ひどいなんか何も喋んないでポーズしてるの面白いね。え、喋りながらポーズする？しない。しないかい。まあ皆さん、うん、写真を撮ってくれましたか？皆さんちゃんと撮れたよ、きっと。キュンでー、キュンです、キュンです。キュンです。にゃん。もう、私はまだ若いってことかな。ね、若いよ、まだ。そう、心は18歳と言われたからね。そうそう、心はね、まだ若い。まだ若い。心はねってどういうこと？ちょくちょくいじっちゃう。まあね、18が、あゆが。でももうちょっとで、あゆが19が半年以降、うん、半年もないか、半年もない、半年もないかな、うん、ないね。19になってまだ1年経ったら20歳。そうだもん、2年後20歳。20歳、すごいな。20歳になりますね、2年後に。めちゃめちゃ、ああ、若いな。そう、早いよ。今、そう若いって笑っていたんけど、うん、すぐ、すぐ20歳。20歳になったら、すぐ20。え、何歳に寄付、あ、何歳で寄付したい、ん、何歳になりたいとかある？何歳になりたいとか、戻りたいとか。いや、全然、戻りたいのは、中学、入った、AKB に入った当初から、もう一回やりたいかも。なんで？学校とやっぱあの、そう、AKB になっちゃったから、もう一回。そうだね、そういうことか、うん、うわ大変。そう、やっぱ、うん、うん、まちゃは特に、うん、コメントでまちゃは特にって言われて、うん、うん、え、誰かだえもう、うん、うん、早いよ、今を大事にしてね、いろいろいます、大事に。本当本当、早いよ。します、します、はい、よかった。もちろんです、うん、よかった。人生の先輩の圧。そうだね、まあね、うん、なんかあるといろいろ、なんだろう、うん、YouTube もそうだし、お仕事したいなって、うん、したい。最近 LINE してめっちゃ思って、ね、そう、うん、
最近 LINE してめちゃくちゃ思ってて、うん、前のこと確かに前じゃ毎日 LINE 同じチームだったから、うん、そうだよね、めちゃくちゃ会ってたのね、うん、そうとかいろいろ思い出して、うん、企画頑張るね、愛も頑張る。じゃあ毎日 LINE しましょう、これから。いいよおはようとかだけでも全然やろおはようだけおはよう、おやすみ、こんにちはとか良さそうじゃない？私は全然全然オケマル、ね、カップルみたいににゃーしましょうはい、それで冷たい、突然冷たくなっちゃったえ、ほんと、今までやったことないけど、そういう愛もない、あんま人とやんないかもしれない、そういうの、うん、そうなの、うん、LINE 続いてもその会話しかやんしないかな、基本。うん、ほうほう、わかる。毎日おはようとか。やんないね。じゃあ、今日からやってくね、この後から。いいよ。寝る前にお休み打つね、じゃあ。いいよ。じゃあ、いいよ、待っててね。あゆを待ってるよ、じゃあ、マチャリーの。待ってるよ。じゃあ、あゆのお休みをもらえなかったら、ね、うん、寝ない。寝ない？だから、あゆが忘れたら、私は翌日の朝の。ごめんね。先謝っとく、ごめんね。先に謝った。怖い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 。忘れちゃいそうな日がある。あゆのお休みもらえなかったら翌日のおはよう待ってる。うん、そのまま起きてて待ってるね。うん、謝らないでね。ちゃんとお休み送ってね。送るね、じゃあ。オッケー、ありがとう。やります。ありがとう。全然全然。お、39分。もうすぐ1時間だ。あ、ほんとだ。じゃあそろそろじゃあおしまいにしよっか。そろそろかな？ね、そうだね。うん。では。うん。明日多分会えないけど、撮影企画。うん。頑張ります。来月ね、頑張ろう。で、皆さんもぜひ、もし、あ、この二人やったら面白いなと思う企画があれば、ぜひツイッターでハッシュタグマチャリンとか、マチャリンの DM で。うん。教えてください。ここに書いてないけど。ここに。概要欄に。YouTube やりすぎてごめんなさい。ぜひ概要欄クリック。はい、あ、でもここは多分なんか SNS で。あ、そうだよね。できるよね。そうそうそう。ぜひお願いします。うん、お願いします。YouTube やりすぎて職業病になっちゃって。でもね、いいよね。そう、職業病。ちょっと出ちゃった。ごめんなさい。では、うん、あ、どうしよう、ランキング、え、これは、うん、コラボは、うんとね、別々両方ともランキングは、あ、了解、じゃあ、アイからいく、うん、いいよ、いきます。13位和弘さん、12位ラテラルさん、11位鈴川さん、10位ガクシャンさん、9位まさゆきさん、8位かずきさん、7位ギャローさん、6位ゆうすけさん、5位ひびきちゃん、4位かもんさん、3位なみーさん、2位つばさほしーさん、1位まいさん、ありがとうございます。次まちゃり、はい、では私から読みます。13位から13位はプリン GT353 です。12位ははやてさんです。11位はわたりさんです。10位はひろきじんさんです。9位は激推しです。8位はてるさんです。7位はたかさんです。6位はエオビスさんです。ありがとうございます。5位は KK さんです。ありがとうございます。4位はすずかさんです。3位はのこぼぼさんです。2位は10位です。1位はしぎたんです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では皆さん、明日はオンラインお話し会オンラインお話し会ですねもうオンラインお話し会なんですけど、うん、そうですね、そうですね、ぜひ会いに来てください。はい、待ってます。キュン。では皆さん、また明日、あゆはまた来月かな、来月かな、来月かな、うん、来月かな。バイバイ。おやすみなさい。バイバイ。グッデイ。グッデイ。おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。